中国電力株式会社は、広島県広島市に本社を置く電力会社。ブランド名はEnerGia。略称として、中電や中国電、あるいはブランド名のEnerGiaが使われている。ただし、中電というと、全国的には、同社より規模の大きい電力会社である、中部電力の略称として用いられることがほとんどであり、中国地方以外では、中国電力は中国電、中部電力は中部電と表記されるのが一般的である。インターネットでのドメイン名がブランド名の energia.co.jp となっているのもこのため、ブランドスローガンはいいことプラスEnerGia。中国電力は山口県営の電力事業などをもとに発足した経緯から山口県が大株主となっている。かつては外郭団体である財団法人山口県振興財団を通じて 13.72% の株式を保有する筆頭株主であったが、山口県の機構改革に伴う2012年3月末での同財団の解散に合わせて一部の株式を売却し、保有比率を下げている。合計107カ所、1153万1995kW92 カ所、290万4945kW12 カ所、780万1050kW 関連会社運営1カ所、82万kW2 カ所、6000kW 火力発電所2カ所、23万5000kW 変電所は2020年4月、中国電力ネットワークに移管した。営業所は2020年3月まで中国電力に存在した組織である。同年4月、中国電力ネットワークの発足時に同社に移管され、同社のネットワークセンターとなった。電力所は2020年3月まで中国電力に存在した組織である。変電所、水力発電所、送電線の工事、保守、点検業務を担っていた。同年4月、中国電力ネットワークの発足時に同社に移管され、同社のネットワークセンターとなった。2006年10月以降、又野川発電所、安全データ捏造事件をはじめとして、不祥事が相次いだことから、2007年3月いっぱいまで CM を自粛、スポンサー紹介等からいいことプラスが抜け、CM が AC ジャパンの CM に差し替えられていた。その後一部の CM は復活したが、2010年4月28日に発生した島根原子力発電所3号機建設の工事中に起きた作業員の死亡事故を受けて、再度 CM が自粛で AC ジャパンに差し替えられている。2010年10月より再び CM を再開した。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い、以下の番組での中国電力の番組提供は行っていなかった。また、発生後しばらくは該当する番組での CM の放送は行わず、CM はすべて AC ジャパンに差し替えられていた。提供クレジットを自粛の上、節電のお願いを伝える社国形式の CM 等が放送されていた。準広域圏サービスエリアの関係で、ブロックネットのテレビ番組は、基本的には四国電力送配電の供給区域である香川県にも放送されている。ただし、香川県にも中国電力ネットワークが電力供給を行う区域は存在する。中国電力が出資する主な企業は以下の通り。ここでは放送事業者を記載する。ありがとうございます。